鷲ヶ岳のね、ホワイトピアの隣の鷲ヶ岳というスキー場の、オールナイトの深夜2時半の駐車場の空き状況をね、見ていこうと思います。今日が、なんていうの？鷲ヶ岳スキー場のナイターは土曜日だけなんですよ。で、昼間からね、ずっと、続いてて、で、土曜日の、んで、日曜日のね、夕方までずっと続くんだけど、ただね、今日、12時からやっとったな。オールナイト。それはいいよ。でね、昼間、土曜日滑ってた人が帰るじゃないですか。っていう人と、で、昼間滑ってて、そのままね、ナイターまで滑る人と、昼間は来てなかったけど、ナイターから来る人。で、結構ばらつきがあるんですよ。で、僕ね、何時来たかな ?8 時、8時、違うな。11時過ぎに来たんですよ。深夜のね。あ、夜のね。で、割とね、空いとったんですよ。要するに昼間帰ってった人がいて、で、夜ね、ナイターで来る人がまだあまり来てないという段階だったんで、割とこういう中抜けがあったんですけど、今ね、深夜の、2時半なんですよ。日曜日の日付が変わって。で、まだ滑ってる人が多くて、でね、オールナイトってね、わしがだけどね、1時半ぐらいからすごく混んでくるんですよ。で、今日はね、1時ぐらいから混んできた。で、要するに昼間滑って帰った人が、こういう中抜けがあるじゃないですか。センターハウスに近いところに止めたけど、帰ってくから空きが出ますよね。そこにね、夜来る、もうその深夜1時とかね、に来る人がどんどん止めるんですよ。で、この辺埋まっとるじゃん、まだ。僕ね、11時ぐらいから滑り始めたんですよ。10時過ぎかな。あ、11時過ぎだな。その前はダイナーで滑ってたからね、ナイター。で、ダイナーのナイター割ってからこっち来たから、11時半かそこらぐらいで滑り始めたから、そのところはね、まだね、穴かけあったんですよ。だから、夜だよね。だから、11時半とか12時とか、1時とかになってから来るんだよね。わしがだけのナイター。つまり、多分ね、そのダイナの、俺みたいにさ、ダイナのナイター、この辺全部埋まっとるじゃん。あとね、もう一つはね、ナイター滑る人と、あとね、明日も日曜日、今日もナイター、ここ空いてるな。この辺から空いてるね。で、このナイター、滑って、で、日曜日の昼間もついでに滑るぞというグループもおるよね、多分。で、この縁っこに、で、僕はもう今日滑り終わって、今日日付変わって今日だけど、高須台のね、滑るもんで、もう早く寝ようかなと思ってるんだけど、こうやって見とるとさ、だから、2時半でしょ今。結構ね、中抜けがないんですよ。埋まっとるんですよ。あ、ここ抜けとるな。この左も抜けとるな。もうこの辺から空いてないな。あ、この歩いとる人も今から帰るんだな。この歩いとる人帰るけど、また来るよね。誰かが。あ、この辺埋まっとるわ。これもバックライトついとるじゃん。バックライトついとるけど、ここにどうせ埋まるわ。2時半でしょ。だから、どうかな。だからね、多分ね、どうかな。その、帰る人が多いけど、来る人が少ないっていう時間帯は、多分ね、3時半ぐらいじゃないかな。多分ね、2時半、今、あ、来たな。この人ここ入るな。そうだな。だから今、まだ来るな。だから3時ぐらいだろうね。3時から4時の間が、
わしがたけのスキー場一番すくんじゃない？で前ねあのガードマンさんに聞いたんですよ、いつぐらいが一番混むんですかって聞いたら朝の6時過ぎぐらいからが一番混むって言ってたもんで、だからやっぱりね深夜の3時から4時ぐらいが一番すきますわ多分ね、うん、だからなかなかねオールナイトだし車中泊はおるし日曜日のために早めに来る人が来るしっていう感じでね、なかなかねこの時間が空いとるぞっていうねないよ、いくら早朝早く来たって空いてないですよ、だってオールナイトだし車中泊がおるからね、で車中泊はねしにくいと思いますよ、だって寝ようって言ったってさ、その寝とる人の隣でねナイターは滑らないから寝るぞっていう人の窓なりで、その椅子並べて宴会みたいなことやってるとかね。だから、その寝るなら、土曜日の夜ね、わしがたけで寝るなら、まあ、遠く離れたね、その駐車場ね、まあ、こういうとこあるから、こういうとこね。奥がさ、車中泊とナイターと明日滑る人とホテルと、うん、入り乱れてるのね。これ何？この黒の何？うわ怖っ。うわデラホラーじゃん。これ。さあ、明日はね高須ダイナー撮りますんでね。で友達と多分合流するんでそれやりながら、レポートしますんで、高須に、止めます。車中泊します。はい。起きれるかな？はい、ということで、ね。で、ナイターも多分滑ります。明日ね。で、月曜日は、もう帰ります、多分。ちょっと、スタッフのね、メンバーがちょっと病気になってるんで。はい、ということでした。しばらくちょっと止めて。この峠はね、もう雪ついてないですからね。はい、ということでした。高須のバックのダイヤランド、スキー室、おやすみなさい、じゃあね。